あのね、マモちゃん、うん、ペンが一緒や。うわー、これは嬉しいじゃないこのペン、いいじゃない。本当だ、ピンクなんやね。僕はピンクです。あ、渋い色ですね。そうそうそう。でもさ、これ本当に使いやすくない？めちゃめちゃ滑らかじゃない。俺ちょっとペン細い方が好きやん、ね、くだらないな、くだらない話ばっかりで盛り上がってしまう節が最近僕らありません？例えばさっき、ね、うん、この収録が始まる前も、うん、桜井さんの笑い方のモノマネで楽しんでたじゃないですか。これ今桜井さん笑ったんですよね。そうです。これ今どっちが笑ったのかな、これ。もうさ、やめて、それもうでけへん。今日だからこの収録で何回このが聞けるかって。ほらほら、もう自然に言ってもうダメだって。ちょっと我慢してみてください。だからちょっと数分間我慢してみてください、うん、もう全然大丈夫でしょ。大丈夫だよ。でもこれがあのいつ出るかどうかがもう自分でも分かんなくなっちゃってるから、うん、もう怖くて笑えなくなっちゃってるんじゃない、うん、あいつ。あ、ほらほら、あかん、なんだそれ、お前。しかもちょっと高度に遊ぶ。遅れてごめんなさい。ナイツって言わないって。そこナイツって言えよ。全部やっちゃうパターン。もうネタを完璧にやっちゃうパターンあるんですか。やっちゃうパターンあるね。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 何してんだ、何してんだ。何してんだ、ラジオだよ。あ、それ知ってる。だから、その、実際に、うん、今日、ジュンジュンがここ入る前にやってた会話を再現してたんです。うん、お前、おう。今のは誰がやったのかな。これ桜井さん、本当に笑えなくなるよ、今日。いや、なんかね、特徴を捉えて、うんうんうん、あ、ママは特徴を捉えるねって言ってくれたんですよ。例えば、ジュンジュンが来るときの、おはようございます、おはようございます、おはようございます、めっちゃ似てる。これが似てるって話になって、おはようございます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 。あの、なんとなく挨拶なのはわかるんだけど、基本何言ってるかわかんないですね。で、すげえ似てるなと思って、で、俺なんかあるって聞いちゃったのよ。あ、ええ、ええ。今日これ、いっぱい、今日いっぱい出る。そう、だから、桜井さんはその笑い方が特徴ありますよねって言ったがもう最後だよね。うん、もう終わっちゃったよね。これはもう。今日桜井さん、今日それは。ダメだ。最初は、うん、桜井さんは、うん、なんか、僕にだけね、うん、見せてくれる顔があるんですよ。これはラジオで全く伝わらないなぁ。なんだけど、これを僕が見るまでやってくれてる顔芸、珍しいな。桜井さんが顔芸するって鈴村さんにも言われたぐらい。うん、うわぁ今、ふふふ。完全に、完全に往年のほぼうだほぼうだ。あ、わかりやすい。うん。ほもよい、ほもよい。ほぼ出なくて。ほぼ出たわけ。で、それをね、うん、言ってたの。そう、桜井さん。うん、は、それをやってくれますよねって、まず最初にね、モノマネを、うん。で、それ、その、この顔って、マモに見せたい顔らしいの。そう。だから、他のどんな人に見られても、マモが見るまでやめない。やめない。プレゼント4マモフェイス。超目が死んでた。あの、目を殺さないと、ええ、この鼻と口はできないんです。これを、ほんと今笑ってんの俺だけだから。これリスナーさんにね、伝えられないのがほんとに残念なんです。残念ですよね。ぐらい、いや、これ僕嬉しいんです。なんでジュンジュンやろうとしてる。珍しいね、ジュンジュンの顔芸ってね、うん。まずやらないよね。で、それでお茶を濁すやつを、こいつは許さないタイプだもんね。そう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 。そう、うん。そういうお茶の濁し方絶対しないじゃん。しないからね。濁しませんね。濁しな、濁さない。何やった自分に腹立ててんの。あ、でもやるわ。ジュンジュンも。やる？うん。しかもなんかね、え、どういう結構な本番やってる時に、うん、マモにだけ、なんか。マモだけやんの。なんか、これやるんだよね。やるやる。乗ってる時だよね、なんかね。なぜかグーサインも出すんだよね。全然グー。だいたい自分のセリフ言い終わった後に後ろ向いて、席に戻る時にマモと目があったらこう。何やるわ。いや、意外とみんな顔で、やっぱりね。表現するというか、そうですよ。お茶を濁してるわけですよ。やるんだね。だから、うん。だから、今日のラジオもですね、うん、困ったら顔に逃げようという。顔に逃げるんだ。うん、やってる、やってる、今。やってる、やってる。
はい。もしかしたら、誰が喋ってるのか、わかんないかもしれない。そうですね。見事なフェイクでみんな笑い方が同じですからね。これ進まない。これはまずいな。これ進まない。マジか。もがれた、もがれた。翼的なやつとか。酒を用意してもらおうかな。時間的にはね。そうしましょう、そうしましょう。皆さんお久しぶりです。こんにちは。これ、しかも、この流れでこの台本をやるなきゃいけない。やる。来てるね。一回立ち戻ってみよう。やってみようか。皆さんお久しぶりです。こんにちは。アニメ K、草薙妻役の桜井武宏です。恥ずかしい。滑ったくえ、これ、このくだりはもう、ここで終わりじゃないんですね。じゃないんですよ。続くんですよ。浪川さんが作った流れらしいそうですよ。ああ、もういつも来てあの人だな。もう、そうなんですよ。わかりました。皆さん、お久しぶりです。こんにちは。アニメ K、矢田美咲役の、福山潤です。やだな、福山はやだな。悪口だよ。福山は、やばい、ドキドキする。じゃあ、僕もやって、僕もやって。ドキドキする。皆さん、お久しぶりです。こんにちは。アニメ K、伏見、猿飛系役の、宮野真守です。家業がなかった。ほぼ M。ほんまや。ほんまや。じゃあこの作品が M だったとしたら。もう M だったとしたら。タイトルがね。うん。どうなるの M やの。M、MM ル。もしか、もしか。M やの MM ルです。M ボマみたいになるんじゃない？むやの、むむん。むむ、あ、そうか。むむ。M が2個だから。むむむる。むむむる。むむる。むむる。め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 むるでいいんですか？いいんです。めむる。俺はもう整えないぞ。もう一切。むむる。今日整えないんですか？今日桜井さんが整えなかったら誰が整えるんだよ。もうずっともう荒野続きですよ。そうです。どこまで立っても。歯を出し始めた。前もこれ、俺のしか悪かった。やばい、ごめんなさい。はい、僕が悪かった。この話をした僕が悪かった。ちょっと、もうちょっとじゃあちゃんと、もうちょっとやりましょう。はい。まあ、今回はこの3人で、やっと名乗れましたけどもね。そうですね。お送りするということでね。はい、まさかこの3人と思いもしなかったですね。びっくりしましたよね。まあ、確かに、まあ、初めての、組み合わせ、ラジオで初めての組み合わせじゃないですか。何でこれ初めてですか？でもほら、僕、ね、ヤタちゃんとは、ミチャキーとは、まあ、コンビ芸的な。そうだよね、作品的にはね、もうちょっとなんか。もう完全抱き合わせですから。抱き合わせなの？そうなの？バーター？バーターです、バーター。どっちかどっちかバーターかわかんない。でも今日で言うと、赤に混じってる俺が完全にバーターだ。いやいや、出戻り系ですよ。出戻り系なんだ。一番罰が悪いやつ。そうなのよ。一応赤だったからね。だから、草薙さんとあんまり会話がないじゃないですか。あんまりない。ないじゃないですか。でもなんとなく。ほんまやな。ないわ。ない。うわ、来た。伏見と話したことないわ。本物の京都弁が来た。ネイティブ、ネイティブ。バッキャロー。ネイティブ、バッキャロー。関西出身の俺よりも関西弁の多い人。ほんまやで、しかしなんで関西弁の役を振られるんだろう。わからないんですよ。でも、桜井さんの甘い声で、関西弁だと、やっぱ、破壊力増すんじゃないですか。エロ関西弁ってやっぱ強いですからね。そう。エロ関西弁。エロいの。エロ関西弁。バカパクみたいなこと。そうそうそう。しぶちとかってこと？そうそう。ボキャブラ出したら。世代世代世代。見てる人多分ボキャブラ世代じゃない。そう。だから、そう。なんだっけなんだっけエロ。エロ関西。エロ関西。エロ関西。エロ関だよ。ちょっとマイクに近づいて息を埋めで、なんでやねんって言ってみてください。なんだよねん。あー、もう、ちゅっ。なんか動き、動き。出ちゃったよ。出ちゃった、うわー、スーパーサイジです。ちょっと。嘘でしょ？さっきから、プロンプターを見てます、我々は。カンペ、カンペを見てます。マジで？マジで？タイトルコール。もうタイトルコール行かなきゃダメ。これタイトル言っちゃったらもう最後ですよ、これ。ラジオが始まっちゃうよ。もう僕らの雑談は聞けなくなる。もう今回事務的に進みますからね。そうですよ。じゃあ、行きますか。はい。それではそろそろ始めましょう。